それでは見事この試合の勝利を導き出しました東レアローズ12番石川真佑選手、お疲れ様でした。お話を伺っていこうと思います。まずは今日の試合を振り返って、ご自身のプレーいかがでしたでしょうか。やっぱり今日は苦しい場面っていうのがすごいたくさんあったんですけど、チーム全員でしっかり勝つことができたと思います。今日の試合、この勝利で開幕3連勝となります。チームの雰囲気いかがでしょうか。やっぱりチームの勢いもいいんですけど、ここからまだ試合は続くので、気緩めることなくまたしっかり頑張っていきたいと思います。次は来週 NEC レッドロケッツとの対戦となります。次に向けての意気込みお願いいたします。相手も勢いで来ると思うので、しっかりアローズらしく次の試合も勢い出して頑張っていきたいと思います。最後にファンの皆さんへメッセージお願いいたします。今日もたくさんの応援、リモートという形ですがありがとうございました。これからもアローズらしく気迫を出して頑張っていくので、たくさんの応援よろしくお願いします。